です。雨降りそうだなというか、地面はね濡れてるんですけれども、まあ、朝からとりあえず雨上がってるので、まあ、先週あたりぐらいからこの七尾地方エンカル融雪剤が巻き始められましてね、それで今日は CRF、まあ、路面もこうやってねべちゃべちゃになってる。べちゃべちゃまではいかないか、一応走れるぐらい、背中に泥はねが巻き上げないぐらいの、路面なんで、まあ、とりあえず出てきましたけど、この天候ねちょっといつ降ってもおかしくないような、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、その関係で、まあ、近場ちょろちょろっと走ろうかなとああいう感じでこう出てまいりました。まあ、いよいよこういう北陸ならではのね、この低く垂れ込めたどんよりした雲、まあ、こういうのがねとうとう七尾にもやってきましたよ。まあ、それでまあどこ行こうかなということで、あてもなくとりあえず出ては来たんですけど、あれめっちゃ融雪装置今度働いてますね。あ、そうだ、まあ、ついでにね、これ地面はねここまではなんともないんですよ。ただね、この正面道がこのようにねすごい濡れてるかとは思いますが、これねいわゆるその融雪装置、北陸のね、うん、雪を溶かす融雪装置なんですよね。でどういうものかっていうのをね、少しお見せできればな。ついでにねこれね道の真ん中、スプリンクラーじゃないな、まあ、細いあの、ノズルがついててね、道の左右もしくはの道路によってはこういうね路肩の方からこうあの路面道路の方に、ね水をまくと、まあ、どっちかこっちはねほらこういう風に路肩ですよね。でこういう風にこう水をねこうまくんですけど、まあ、何分冬しかまきませんので、まあ、オンシーズンなんかの時に当然まきませんので、水出さないので、あのやっぱり1年の間ね錆びちゃう水道管がね、まあ、地下水なんですけど、水道管がこう錆びちゃうということで、まあ、それの、まあ、点検作業ですね。雪はこのようにね、まあ、こうやってバイクも出てるんで、まあ、降ってないんですけど、本格的なね雪が降る前にこうやって小雪のね点検をするんですよ。で、まあ、ここいつものねセブンイレブン七尾小島店さん、あとでコーヒー飲むかな。こういうふうに水をねまくんですけど、よいしょ、濡れたか、やっぱ濡れたか、まあいいか、こんな感じでね水がね出てるでしょう。で本当はすぐ右側のねちょろちょろっと出るようなあんな感じで出すと雪もね、まあ、ちょうどいいんですけど、まあ何分こういうふうにねいきなり吹き出したりとか、こうノズルによってはすごい勢いがあったりとかするんで、このようにまあ歩道まで飛んでくるということで、歩行者もねべちゃべちゃになっちゃいますんで、まあそれでこうね、係の人っていうか、ノズルをこれ一個一個こうね切りみたいもんで、この人の手でね綺麗に散水するように調節するんですよね。とね、お山行きたかったんだけど、これお山行く道もねあれなんだよな、多分
行くまでの間結構道もべちゃべちゃになってるだろうなと、ということなので、この私裏道を通りまして、まあ、要は融雪のねないところを通って、まあ、戻ろうかなというふうに思います。まあ融雪ないって言ってもね、こっち行ってみようかな、せっかくだから。まあ全く乗らないっていうのもね、まあ、もったいないというかね、まあちょっと晴れ間はねあんまり期待はできないかなとは思いますので、まあこの七尾のこの一本杉通り、この辺りをねちょっとトロトロと走ってみようかなと思います。どっちみち道が濡れているので、この正面のね左右の道の方にも、まあ、融雪装置、まあ、水がもう出てますので、まっすぐ直進をして、まあ七尾の町の中でもね走ってみようかなというふうに思いますよ。こうやってねべちゃべちゃとこうやってね出てる。でこれぐらいの出方ならいいんだけど、さっきのところね、本当にあれですわ、まだまだあのノズルのね調整をしないといけないので、これあの一個一個 手作業で調整しますから、まあ、作業員の方大変でしょうね。駒部山の女子公園、まあここでよいしょ、少しのんびりしようかな。ここ歩きますかね。まあ女子公園のすぐ横にあります、このね花嫁の連館、ここの建物、古い建て方をねそのまま生かした、まあ七尾らしいしたらおかしいですけど、まあこういうようなね、うん、あの建て方にしておりまして、俺が歩いてる。これね街並みの景観をね保全をしてるような建て方をしてありますよね。でここまで行くと、まあ、バイク乗ってもいいので、ここからまた乗って一本杉通り、こちらの方をまた戻っていきたいと思います。よし、 OK。 こういうのはねオフ車のいいところ、ちょこっと乗ってね脇道入っていく、林道もそうなんですけど、こういうね、普通のあの障子っていうやつ、ちっちゃい道、まあ、こういうところもね気軽に入っていける。で、まあ、乗っちゃいけないところなんかはね、押して乗ってもね軽いんで、押して乗ってもね、押して歩いても、軽いんで全然苦にならないということで、若干の勾配ぐらいでもね普通に行けちゃうんで、とっても便利ですよ。まあ街乗りとかねちょい乗りいい感じでしょ。この朝日で実はね今日柔道そこそこで、あんまり遠出できないのもありまして、実はねこの上の下普通の薄手のシャツ1枚なんですよね。で、まあ、ちょっとこうやってね、20キロ30キロぐらいで乗ってるぐらいならいいんですけど、40、50キロ出すとやっぱさすがにちょっと首元とかネックウォーマーもしてないんで、まあ、若干さすがに寒くなってきた。で下のパンツもね、下タイツも何も履いてないんで、まあ、本当に9月終わりから10月初めぐらいの、まあ、そういう服装で来てますんで、まあ、長距離走れない。
なのでトイレに行きたくなりましたんで、この七尾食材市場、こちらで休みたいと思いますよ。ちょっと降ってきたからというわけで、少しトイレに行って休みたいというふうに思います。いや、雲降りそうだな。